始まってしまった。封印された光、悲しみの王子、未だ語られざる、それはバラ物語。気をつけなされ、気をつけなされ、今も世界のどこかにいるから、どうかあなたも気をつけなされ。かしらかしら、ご存知かしら。それはまだ世界中の女の子がお姫様だった頃のお話です。その頃、世界はまだ完全な闇には包まれていませんでした。なぜならバラの王子様がいたから。ガオーガオガオガオ、助けて、魔物が追ってくる。パカラン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 、魔物め、僕が退治してくれる。えい、グワオ。大丈夫ですか、お姫様。ありがとう、バラの王子様。ではお約束のチュウ。ガオ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 、助けて、クリスマスイブなのに一人なの私。パカランパカランパカラン、大丈夫、僕がフランス料理の店を予約しておきましたから。いや、ガオ。ありがとう、バラの王子様。ではお約束のチュウ。そう、世界中の女の子はお姫様でした。チュウ、私たちはいつもバラの王子様に守られていたから、世界は光に満ち輝いていたの。けれど、もしもし、バラの王子様。どうしました、おばあさん。この世に災いが降りかかろうとしています。この世界の光を盗み、大地を闇で覆い尽くそうと企む者がいます。何者ですか、それは。魔女です。魔女。そう、あなたもご存知でしょ、空に浮かぶあの城。あれが魔女の城。あの城に住む魔女が今、世界の光を全て盗もうとしているのです。世界の光とは何です。光をご存知ないのですか。それは永遠のもの、輝くもの、奇跡の力、世界を革命する力。では僕がその魔女をやっつけて、世界の光を守りましょう。こうして王子は光を守るため、魔女退治のために城へと向かった。しかし、ようこそお城の中へ。いやいや、あなたはさっきのおばあさん。バカめ、これはお前をこの城に閉じ込めるための罠なのだ。え、お前こそが光。なぜこんなことをするんだ。魔女よ、お前は何者だ。まだ私の正体に気がつかないのか。いやいやいや、お前は僕の妹。そうよ、お兄様、私よ。お兄様は世界中の女の子を守る王子様、世界中の女の子をお姫様にするバラの王子様。でも私はあなたの妹。私だけはあなたのお姫様になれないのよ。そんなこと言われても。だから私は魔女になったのさ。お姫様になれない女の子は魔女になるしかないんだよ。そして魔女は王子を幽閉し、世界は完全に闇に閉ざされてしまったのです。この闇の世界を魔女は今も徘徊しています。気高き若者を見つけ、新たな生贄とするべく。きっと魔女は光となるものが邪魔なのでしょう、闇を支配するために。気をつけなされ、気をつけなされ、今も世界のどこかにいるから、どうかあなたも気をつけなされ。